ですよねこれフォームっていうのはその目的に投げるために作られてくるものですよね先にフォームがいってしまうことはおかしいんですねとは大体の場合は先にフォームっていう部分をあまりにも気にしちゃってる頭がありますこれ生徒さんももう実際持っちゃってますこれもうしょうがないです我々日本人がすごい型が好きな文化なので、ね、どうしてもその型を知りたがるんですでプレアンドステイなんかで回ってるとあの遊んでるシーンをコートで作ると親御さんの目が気になる 親御さんからはちゃんと教えてくれない。グリップも教えてくれない。ボレーも教えてくれない。ほ、ね、ら、あの、どっちが伸びるのっていうと、型を教えたところよりも自由に遊ばしている方が子供たちは早くうまくなります、ね。この辺の部分ももうデータとして全部出てきてで、今の話でどのタイミングで何をしてるのかってうとこういった部分ですね。で、ある程度この辺までできてきた時にちょっと修正したいなって、もうちょっとグリップを薄くしてみたらとか、薄い方が、なぜ薄い方がいいのってこうやってやってるよりも、こうした方が可動域って動かせれる。